ユーナ様、お迎えに参上いたしました。こんなに早くにお返事をいただけるとは、全くもって予想外の出来事。何も告げずに留守にしたこと、シモア様に成り代わり。それはいいんです。あの、一つ聞きたいことが。何なりと。私、結婚しても旅を続けたいんです。シーモア老師は許してくださるでしょうか。それはもう、シーモア様もそのつもりでいらっしゃいます。行ってきます。さて、グアドのしきたりがありましてな、皆様はもう少しだけここでお待ちください。ほどなく迎えをよこしますゆえ。あの、ガードはいつでも召喚師の味方だ。好きなようにやってみろ。はい。悪かったな。ん？お前のセリフだった。ユーナ！了解っす。あー、アルベド族だ。任せろ。かたじけない。ユーナ様、でーっか、ギャヤヌハヌ、ユダワミセラ。魔法か、召喚獣子、釘折れせたうけ。通訳、魔法と召喚獣を封印しちゃうって。たしやねえ。Wait.
ルーナ様。デーッカー叩き石耳打てるアナハ。マサキ、ユーナをガードし、ハッサーナ。ユーナマガミギョウツ。イーハベヤコーアナ、ギャミギョウツ。ゴハスゴ、キナメネアナハ。ガードになったって言っちゃった。仕方ないよね。なんでアルベド族の言葉知ってんだ？なあ。私アルベド族だから。あれ、私の兄貴。知ってたのか。うん。なんで黙ってた？あんた怒るでしょ？最悪だぜ。ハン・エボンのアルベド族と一緒だなんてよ。私たちはエボンに反対なんかしてないよ。お前ら禁じられた機械を平気で使ってんじゃねえか。分かってんのか。シンが生まれたのは人間が機械に甘えたせいだろうがよ。証拠は、証拠見せてよ。エボンの教えだ。曲もたくさんある。答えになってない。教えってさ、もっと自分の頭で考えなよ。じゃあ教えてくれ。なあ、どうしてシンは生まれたんだ？それは、わからないよ。けっ、エボンの教えをバカにして結局それかよ。でも、教えだからって、何も考えなかったらこのままだよ。いつまで経っても何にも変わんないよ。変わんなくてもいいんだよ。シンが復活し続けてもいいの？もしかしたらそれ、止められるかもしれないんだよ。俺たちが罪を償い切ればシンは復活しない。どうやって償うのさ。教えに従って暮らしていればいつかは償えるんだよ。なんか話にならないね。リュック。え、これは動くのか？うん。あれに乗ろうってのか。まさかアーロンさんもアルベドじゃないだろうな。変だよ、ワッカ。何が？リュックがアルベド族だって分かったら急に怒るなんてさ。ここまで仲良くしてただろう。そりゃ、お前。俺、スピラのことはよく知らないけど、アルベド族がどんな人たちなのか全然知らないけど、リュックはいい子だと思う。リュックはリュックだよ。ルー、アルベド族を知るいい機会、そう考えてみない？け、放っておけ。簡単には受け入れられまい。ごめんね。あんたが謝ることないわ。さーて、行くっすか。運転できんの？ヒマリには負けられないっす。ワッカのこと嫌わないであげてね。大丈夫だって。ありがとう。ルールはリュックのことどう思う？私？そうね、見ていて飽きないかな。そんだけ。悪い子じゃないわ、それはわかる。だろ、ワッカもさ、それは分かってると思うんだよな。うん。ワッカも頭固いよな。エボンの教えってそんなに厳しいのか？教えのせいだけじゃないわ。え？あいつがアルベドを嫌うのはチャップのことがあったから。ああ、機械の武器使ってたんだっけ。で、やられたんだよな。みんな真のせいか。クソ親父。何？ああ、こっちの話。あのさ、シンって誰かが変身するものなのか？そんな話聞いたことないけど、どうして？なんとなく、シンは罰であると同時に私たちの罪が形になったもの。結局わかんないってことか。考える必要あんまりないから。逃げるか戦うか選ぶだけで精一杯よ。
あんまり深いこと考えない方がいいわ。なんかさ、いいのかそれで。やっぱりあんた、本当に真のない世界から来たんだね。お待ちなさい。ここはアルベド族が来てよいところではありません。この娘はユーナのガードだ。アルベド族がガードですと、信じられませんな。私はユーナを守りたい。誰にも文句は言わせない。そういうことだ。ガードに秩序は関係ない。やむを得ませんな。良いですな。祝いの吉日ゆえ、くれぐれも面倒なきように。おお、ガードの皆様、先ほどはありがとうございました。皆様のおかげで無事にユーナ様をご案内できました。心より感謝申し上げます。つまらないものですが、これをお納めくださいませ。来た来た。ユーナ様、やっぱりご結婚なさるんですよね。もうからかわないでくださいよ。結局こうなったよな。嬉しくないんですか？まあ、いろいろあるっすよ。あのさ、ユーナがどこにいるか知らないか？ユーナ様は試練の前へ向かわれたようです。シーモア老師とご一緒でした。ユーナ様のお荷物のスフィアが。何かあったんですか？私にできることありますか？なぜユーナ様があのようなものを。これがユーナを悩ませる原因だな。わしがこれから言うことは曇りなき真実。グワドの誇りにかけて誓おう。心して聞いてほしい。我が息子シーモアのことだ。あやつが何を考えておるのかわしにもわからん。見えるのはただあやつの胸に燃え盛る黒い炎。
あやつはエボンを利用し、グアドを利用し、召喚師を利用し、このままではスピラに災いをもたらすものとなり果てるだろう。わしは間もなく死ぬ。我が子によって殺められ死ぬ。それは受け入れよ。わしが不甲斐ないばかりにあやつは苦しみ歪んでしもうた。わしはシーモアとあれの母親を世間から守ってやれなかった。わしに課せられた罰としてこの死を受け入れよ。しかしこれを見る者よ、シーモアを止めてくれ。息子を頼む。こういうことか。ユーナ、大丈夫かな。ここまで大事だとはな。どこへ。シーモア、やばい。それははっきりしただろう。相手はエボンの老子だぞ。ああ、じゃあワッカはここにいろよ。ワッカ、行こう。話を聞いてみよう。どうなっちまってんだよ。